ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。この世界には様々な謎が潜んでいるが、中でも海底遺跡というのはロマンがあるよな。確かになんとなく海底っていう響きだけでとってもワクワクしちゃう感じがするわよね。そんな海底遺跡と聞いて真っ先に思い出すのはアトランティス伝説だろう。アトランティス伝説は最初は引き立て役としての都市伝説だったものの、17世紀以降、世界観の転換に利用されていて、あのナチズムにも影響を及ぼしているなんて話があるぜ。確かにアトランティスは伝説だという見方が主流な気がするけど、もし実在していたとしたらそれはそれでかなり興味を惹かれるわ。もしや、ここでアトランティスを話題にするってことは世界中で見つかっている海底遺跡の中に、アトランティスかもしれないものがあるってこと？お、よくわかっているじゃないか。実はここ近年で新たに見つかった遺跡により、アトランティスが実在していたのではないかという議論が再燃しているんだぜ。そんなこと言われたらめちゃくちゃ気になっちゃうじゃない。マリサ、その世界に残る海底遺跡とアトランティスの関係について詳しく教えてよ。よし、じゃあ今回は近年発見されているアトランティスを示唆する謎の遺跡の数々を紹介しよう。それでは今日もゆっくりしていってね。アトランティスという言葉は聞いたことある人が多いとは思うが、最初にアトランティスとは何かについて軽く説明するぜ。アトランティスは古代ギリシアの哲学者であるプラトン著書ティマイオス及びクリティアスで、記述した伝説上の広大な島及び、そこに繁栄したとされる帝国のことだ。アトランティスって今は残っていない伝説の島とされているわよね。そうだな。プラトンによればこのアトランティスは洗練された都市国家であったものの、傲慢な指導者たちがギリシアを侵略しようと試みた後に滅亡した文明と記している。そんなアトランティスだが実は過去に存在していたなんて話があり、何でもジブラルタル海峡の西にあったとされているんだ。え、アトランティスって実在していたかもしれないの？じゃあ今はどうして存在していないのよ？これも諸説あるんだが、一説では大地震と洪水のため一日一夜にして海底に没したというな。そんな、仮に海底に沈んでしまったとして、いつ頃に沈んでしまったのかは分かっているのかしら？プラトンの著書によれば、彼が生きた時代の9000年前に海中に没したと記述されている。つまり今からおよそ1万1500年前の紀元前9500年あたりだな。そんなに大昔のことなんだね。ちなみにその時代って世界はどんな感じだったのかな？実はこの頃、ちょうど氷河期の終わりに相当する時代だったんだ。科学者たちによれば直近の氷河期には海面は現在より130メートル低く、陸地の広大な部分に様々な人々が住んでいたとのこと。また氷河が急速に溶けたことで海面が急激に上昇したと推測されているぜ。じゃあその時に起こった一連の地殻変動で、地球の表面が大きく変わったかもしれないんだね。なんとも興味深い話だわ。もしくはアトランティスが滅亡した要因として別の説もあってだな。何でも権力を追求するアトランティスの人々を懲らしめるために神々が天災をもたらした結果、アトランティスは海底に沈み、壊滅したなんて話もあるんだぜ。アトランティスが滅亡した理由についてはいろいろな説が上がっているのね。そんなアトランティスだが面白いことに古代の文明は、ほとんど全て洪水によって我々以前の人類が滅亡した言い伝えがあるんだ。それは気になるところね。言い伝えが多くあるならそれだけアトランティスがあったと考えられている場所も多そうだわ。ああ。現在アトランティスが実在していた場所の候補として、約90カ所以上もの場所が挙げられているんだ。次からはそんなアトランティスが存在していたのではないかと言われている。世界各地の不思議な痕跡について話をしていこう。近年では特に研究者によるアトランティスの存在についての研究が進んでいるんだが、その中でもアトランティスの場所でスパルテル海峡という場所が候補として挙がっているんだ。スパルテル海峡？初めて聞いたんだけど、それは一体どんな場所なのかしら？スパルテル海峡はジブラルタル海峡に沈んでいる海中遺跡なんだが、これはフランスエクサンプロバンス大学の考古学、地質学博士である、ジャック・コリーナ教授によるアトランティス研究において名前が挙がったんだ。どうしてコリーナ教授はこのスパルテル海峡がアトランティスなんじゃないかと考えたのかな？もともとプラトンは1万5000年前にアトランティスが海底へ沈んだと言及していると言っただろ？実はこのスパルテル海峡も同じ時期に海底に沈んだと考えられているんだぜ。お、その年代が一致するのはなんとも気になるところね。実際にコリーナ教授は地中海沿岸や大西洋沿岸各地で起きた、氷河期終了後の温暖化と海面上昇率などを比較したりしている。その結果、確かにスパルテル海峡はプラトンの記述にあった1万5000年前頃に、海底へ沈んだという結論を得ているんだ。そんなことまでわかっているんだ。じゃあもうこのスパルテル海峡がアトランティスなのはほぼ間違いないんじゃない？だが一部の研究者はスパルテル海峡にはアトランティスを思わせる出土品がないとしていて、
またそれ以前の陸地時代のスパルテル島に人間が住んでいたとしても、巨大な神殿や都市を築くほどの文化レベルには達していなかったと考えている人が多いんだ。だからこの説については完璧な証拠とまでは言えないのが現状なんだぜ。そうなのか。そもそも氷河期後の海面上昇は1万1000年前の最盛期でも年間約3センチだったことがわかっている。一昼夜にしてアトランティスが沈んだという桁違いの伝説とは比較しようがないよな。確かにそれはそうね。しかもそもそもの話で、プラトンが記した水没原因は地震と洪水イコール津波だったわけだし。もちろんその点はコリーナ教授も検討したものの、1万5000年あたりに、大西洋と地中海では、島が一瞬で沈むような激しい地殻変動は起きなかったと結論しているんだ。え、そうなの？じゃあプラトンは一体何のことを言っていたわけ？ここで考えられることとして、プラトンが記述した時間軸を少し後へずらし、文明らしきものが生まれた約1万年前以降に目を向けた場合どうなるのかってことがある。ん、どういうこと？コリーナ教授はこれについて何か唱えていることはあるのかな？コリーナ教授はこれについて地中海の一部を構成しているエーゲ海にあるサントリーニ島という島が、アトランティスの本当の跡地だったのではないだろうかと述べているんだ。サントリーニ島って確かギリシャの島だよね。断崖絶壁に佇む白く美しい街並みとか、目前に広がる青いエーゲ海とかは今でも観光地としてかなり有名だと思うわ。そうそう。そんなサントリーニ島では1980年代に、3600年前に大規模な噴火が発生していたことが提唱されているんだ。これに起因する津波によってアトランティスが沈没したのではないかというんだよな。じゃあ津波によってこの大噴火が起きてそれがアトランティスと何かしらの関係があるってこと？そういうことだ。氷河期終了後の海面上昇で海底の水圧が増したせいかこの1万年の間に地中海地域で地殻変動が活発になり、地震や火山噴火、津波などの自然災害が続発するようになったことがわかっている。それが少なからずアトランティスと関係しているって言いたいんだろう。なるほど。ちなみにサントリーニ島あたりでは何かアトランティスを思わせるような痕跡とかは見つかっているのかな？ああ、この地域の陸上と海底には1万年前以後に作られた巨石神殿や都市遺跡などが数多く残っていて、同時期に地中海東部よりも火山噴火や大地震が頻発した形跡があることもわかっている。そうなのね。それならアトランティス水没候補地の条件を十分に満たしている気がするわ。また同じく地中海に属しているマルタ島にもアトランティスの痕跡があったという説があるんだ。マルタ島って確か地中海の中央にある、マルタ共和国領の島のことよね。結構大きな島だった気がするけど、まさかこのマルタ島がアトランティスなの？実はこの地域には大昔、マルタ湖陸という大地とともに古代文明が存在していたとされていてだな。この島と西隣のゴゾ島では、8000年前頃から巨石神殿を中心とした古代文明が生まれていて、約4000年前頃に突如として活動が止まったとされているんだ。え、その原因とは？何でも巨大地震と大津波の襲来、さらに急激な地殻変動で、元々の広い陸地が水没したためと推定されているんだよな。さらに最近の潜水調査では両島周辺の海底から、マルタ巨石文明の一部と見られる遺跡が見つかっているんだぜ。そのマルタ島っていうのは文明が発展していたなら、それなりに人も暮らしていたのよね？ああ、実際、1980年代に本格化したマルタ考古学研究の中で、敷地面積50平方メートルの大型神殿の建設に必要な労働人数と工期の試算が行われている。そこでは1日300人を動員した突貫工事でも15年ほどかかるという結果が出ているんだ。わあすごい。それだけの巨石文明を支えるほどの労働力が存在したことは間違いなさそうね。そしてそれだけの人員を養うには豊かな食料生産力が保障されていなければおかしいと思うんだ。だがマルタ島には巨石神殿をはじめとする宗教関連遺跡は無数に残っているものの、当時の島民たちが暮らした町や村らしき遺跡は何も見つかっていないんだよな。え、なんで？ここから考えられるのは現在残っているマルタ島とその隣のゴゾ島の陸上部分は、おそらく4000年前までは神々と少数の神官などが住む聖域として区別されていたんだろうと思う。一般島民は海に沈んだ土地で生活していたと考えられているぜ。ほうじゃあやっぱり海底に沈んでしまった場所にも人が住んでいた可能性が高いわね。でもそれならその人たちはどうなってしまったのかしら。まさか、津波などの被害で全員滅亡したとか？そこで考えられるのがマルタ島から避難した人々がサルディニア島へ渡ったということだ。また新たな島が出てきたわね。じゃあそのサルディニア島にはマルタ島から避難した人たちの痕跡が残っているのかな？
いや、残念ながら避難した人々はそこで新しく文明を再構築しかけた矢先に別の部族の侵攻を受け、マルタ島から渡ってきた文化は移住してきた人々と共に滅亡したとされている。このような経緯を経てその後、この辺りの地域で新しくエトルリア文明というものが出現するんだぜ。エトルリア文明？実は古代ローマが勃興する前のイタリア半島に都市と文明をもたらせたエトルリア人という存在がいてだな。紀元前8世紀頃からイタリア半島中部に複数の都市が形成され、イタリア半島南部のギリシャ人や海の向こうのカルタゴの影響も受けながら勢力を拡大していったんだ。そんな人たちがいたなんて知らなかったわ。じゃあそのエトルリア人が発展させたのがエトルリア文明ってことか。そうだな。彼らは都市の形成や見事な建築技術、高い芸術性などはその後古代ローマの礎にもなった。しかし紀元前4世紀頃から台頭し始めた古代ローマに徐々に同化され、歴史の表舞台からは姿を消してしまったんだぜ。そんな、じゃあ今はもうこのエトルリア文明の痕跡とかは残っていないのかな？いや、今日でもフィレンツェがあるトスカーナ州や、イタリア半島の西側に広がるテレニア海に名前を残している。またエトルリアの最大都市の一つであったタルクイニアを中心に、当時の出土品がエトルリア人の文明を今日に伝えているぜ。今でもちゃんと残っているものはあるんだね。しかし現在でもこのエトルリア人のルーツは全くと言っていいほどわかっていないんだ。そのことからマルタ島の移住民の生き残りが構築したのではないかと考えられているんだよな。なるほど。しかしここも少し複雑で、そもそもこのマルタ島の移住民というのが、アトランティスの人々のことを指すのではないかという考えもあるんだぜ。それはどういうこと？というのもエトルリア文明は様々な生活用品や骨董品などが残っていると言っただろ？その文化背景についても詳しいことが判明していてだな。特徴的なこととして他の地域では圧倒的に男性優位な社会であったにもかかわらず、エトルリア文明だけは男性よりも女性の方が高い地位にあったとされているんだ。他と違うことがあるっていうのはそれだけでかなり興味深いわね。でもそれって、アトランティスと何か関係ある話なの？実はプラトンが記した伝記アトランティス帝国の初代の統治者は、神々の血を引いていた女性だったという記述が残っているんだ。そうなんだ。そう考えると確かに女性を称えているエトルリア文明って、プラトンの提示したアトランティスの姿に近いものがあるかもしれないわ。さらにこのエトルリア文明の跡地では女神の像も多数見つかっていることがわかっている。それらのことからエトルリア文明はアトランティス帝国の流れを汲むものであり、エトルリア文明というのはそもそもマルタ島周辺から地殻変動のために逃げてきた人々だと考えられるわけだ。それってつまりマルタ島やその周辺に暮らしていた人々こそがアトランティス帝国の人だったってことよね。海底に沈んだアトランティスの文化を守ろうとして名前を変えながら、密かに別の地でアトランティスの文化を育んでいたとも考えられそうだわ。また世界には地中海以外にもアトランティスがあったとされている候補地があるんだ。そもそもこのアトランティスというのは広大な陸地だったとされていることから、イタリアに近いスペインでもアトランティスに関わるのではないかと言われているんだぜ。スペインは確かに距離的にはありえそうな場所だよね。何かアトランティスを思わせるような痕跡とかは見つかっているのかな？実はスペインにてアトランティスと関係がありそうな遺跡が海中から見つかっているんだ。これはイギリスの調査チームが衛星スキャンや航空写真などから、かつて存在した都市の遺構を発見し、証拠として取り上げているというものだぜ。そもそも記録に残されているアトランティスには、港の入り口にそびえ立つ巨大な柱やポセイドン神を崇める寺院、同心円を描く建造物があるとされている。なんとこの調査ではまさにこの円状の形状跡が大小含め数十もくっきりと確認できたんだぜ。それは気になるわね。その痕跡はスペインのどのあたりにあるものなのかな？この痕跡は南スペインの湾岸都市カディスの近郊にあるドニャーナ国立公園を取り囲むように集中していて、かつてはかなりの大きさの内海だったと推測されるこの地域の海岸線に相応に点在しているぜ。じゃあアトランティスは人工的な島を含む複数の島々から成り立っていたってこと？そういう推測も上がっているな。これらの遺跡はコンピューターで復元シミュレーションされた円形の建物は非常に複雑な構造となっていて、現代においても類のないユニークなものとされているんだ。確かになかなか面白い構造ね。それにしても海底遺跡なんて、かなりロマンある話だわ。かねてより専門家の間では古代ローマや古代ギリシアらの文明が、生まれた場所である可能性が高いとして知られた地域とされていたんだ。調査チームのリーダーで海の歴史家であるティム・エイカーズ氏は今回の発見によって、アトランティスの位置だけでなく当時の人々が驚くほど進んだ文明を持っていたことに着目しているな。このサンプルは研究者たちによって分析されたと思うんだけど、何かその分析から分かったことってあるのかしら？
なんと古代に存在しなかったはずのセメントの一種である超鋼が見られたと言っており、これは当時、極めて先進的で優れた材料工学の知識があったことを示唆しているんだぜ。古代に存在しなかったはずのものが見つかるなんて不思議な話。また緑がカッターを錆にコーティングされた複数金属の混合物も発見されているんだが、実はこれもプラトンの著書内で寺院や建物の構造に使用されていたとする青錆の解説と合致しているんだ。へえ、そうなんだ。じゃあアトランティスの起源が古代ローマや古代ギリシアよりもさらに古くて、また先進的なものであったことは間違いなさそうね。ちなみに75メートルもの幅、長さが9キロにも及ぶ海中の壁門を備えた、アトランティスのシミュレーション画像も公開されている。そのスケールの大きさには驚かされると思うぜ。そりゃそうよね。この壁門は今はもうないと思うけど、その後はどうなっているのかな？失われた今は砂丘になっているとのことで、その痕跡も衛星画像で確認ができる。さらにイタリアの研究所において収集した遺物の科学的な分析を行われている。なんとその結果、巨大な防波堤は富士壺が成長し張り付くのを防ぐための、コーティングが施されていたことも判明しているんだ。え、そんな大昔から高度な工夫がされていたの？しかもその技術は現在フライパンなどのコート塗装に用いられるテフロンを用いた技術にそっくりで、高度な科学的知識を要するのは間違いないと思うんだよな。テフロン加工みたいな技術を古代から知っていたなら、それこそとんでもない発見だと思うよ。そんなことまでわかっていることもすごいことだわ。さらに遺物サンプルの分析では他にも門柱の建造に崩壊石のような、結合材や雲母、カリウム、その他の微量な鉱物が人工的に配合されていることがわかっている。セメントだけじゃなくそのような鉱物があったこともわかっているのね。となればアトランティス人が極めて高度な建築技術を持っていたことは疑いないと思うよ。まあもちろんこれだけでアトランティスの存在を証明する十分な証拠となるわけではないが、それでもこれらの発見はアトランティスの研究においてかなり有力な材料となったことは間違いないだろう。そうね。さっきの地中海での話も面白かったけど、このスペインで発見された痕跡もなかなか興味深いわ。またこうした海底に沈むアトランティスの遺物はいくつかの他の国や地域でも見つかっているんだ。他にはどんなところがあるのかな？それはブラジルリオデジャネイロ沖の大西洋にあるリオグランデ海溝だぜ。ここには水深910メートル地点で発見された高さと、幅が10メートルほどある岩の崖が発見されているんだが、なんとアトランティスを思わせる痕跡と見られる岩石が見つかっているんだ。岩石からも何かわかることがあるの？地質学研究者であるロベルト・ベンチュラ・サントス氏によると、ここで花崗岩が発見されたというんだ。花崗岩なんて正直、どこでも見つかるものだと思うけど、この花崗岩が何かヒントになるわけ？ああ、なんでもリオグランデ海溝で見つかった花崗岩の塊は、遥か昔に消滅した大陸の一部である可能性が高いというんだぜ。そもそも花崗岩とは大陸の厚い地殻で見つかる比較的密度の低い岩石なんだ。通常海底の岩は玄武岩とされているものの、ここで花崗岩が見つかったのはなかなか異例なんだよな。そういうことなのか。だからこそサントス氏のチームはこの場所がアトランティスだと言ってるんだね。サントス氏たちは約1億年前にアフリカと南アメリカが徐々に離れて大西洋が形成された頃、海に沈んだ大陸の一部だったと推測している。サントスさん、改めてものすごい発見をしたわね。だがアメリカのミズーリ州セントルイスにあるワシントン大学の地球惑星科学者である、マイケル・ワイセッション氏によると花崗岩は別経緯で海底に現れる可能性もあると指摘しているんだ。実際、約8億年前の海底で花崗岩の塊が見つかっていて、スノーボールアース説の時期で、大きな岩石の塊が移動する氷河に埋まり海洋部の至るところに存在したとも指摘されているな。まあそういう意見もあるわよね。でも私は今回見つかった花崗岩のあるスポットが、歴史的にも大きな発見になると思うわ。正直今回のブラジルに限らず、アトランティスはこれまであくまで伝説的存在として扱われてきた。だがそんな中でもその伝説的存在を示唆する痕跡が見つかっているっていうのは、無視できない何かがあるんだと思うぜ。ここまでいろいろな場所のアトランティス候補地を紹介したが、実はスウェーデンにもなかなか興味深い海底遺跡が存在しているというんだ。さっき大西洋ではスペインの海底遺跡が紹介されていたけど、スウェーデンにもあるんだね。でもスウェーデンはイタリアやスペインとちょっと離れている気がするけど、それでも何か遺跡が見つかっているの？ああ、それはバルト海に沈んでいた古代遺跡だぜ。バルト海って北ヨーロッパに位置する地中海のことよね。ここではどんな海底遺跡が見つかっているのかしら？この遺跡はスウェーデンのダイバーが近年発見した場所なんだが、見つかった堆積物からスウェーデンの遊牧民が1万1000年前に残したものだと考えられているんだ。
随分前の遺跡ねえ。今回の発見はスカンジナビア地方で発見された遺跡の中でも、最も古い集落の一つを証明するものである可能性があるとされて今でも調査が続いているんだぜ。また遺跡物の一部が非常に良好な状態で発見されたということから、複数の報道ではこの海底遺跡はスウェーデンのアトランティスと呼ばれているんだ。もしかしたら本当にこの集落は大西洋にあったというアトランティス島と同じように、海に丸ごと飲み込まれてしまった可能性もありそうだわ。ちなみにこの海底遺跡ではどんなものが発見されたのかしら？研究者は海底の表面から16メートルほど下に木材やフリント石器類、動物の角やロープを発見している。中でも特徴的だったのは狩猟用の森や17世紀初頭に絶滅したとされるオーロックスという、現在の家畜類の祖先である動物の骨などが挙げられるぜ。オーロックスって初めて聞いたんだけど、家畜竜ってことは牛の仲間なの？オーロックスは現代の家畜竜の先祖にあたる存在で、17世紀初頭に絶滅するまではヨーロッパ全域に生息していたんだ。最後にオーロックスが死亡したと伝えられているのは、1627年のポーランドでのことだな。そうだったのね。でもこれらの発掘物から他の遺跡物が使用されていた時代も推定できそうだわ。かなり重要なものであることは間違いないと思うよ。その通り。しかしこの遺跡がアトランティスだとするには、イタリアやスペインといった地中海あたりからあまりにも離れているという現実的な意見もある。そのためアトランティスとは関係なく、単に当時の遊牧民が暮らしていた遺跡だったのではないかとする考えもあるんだ。ああ確かに、いくらバルト海も地中海とはいえ、イタリアやスペインとはかなり離れているもんね。だがプラトンがアトランティスの場所を間違えて記述し、本来のアトランティスはスウェーデン周辺にあったのではないかとする意見も出ている。そのためこのスウェーデンで見つかった遺跡に関しては研究者の間でも大きく意見がぶつかっているんだぜ。謎はかなり大きそうだけど、なかなか興味深い遺跡だと思ったわ。そんなアトランティスの痕跡と思われるような場所は実は日本にもあってだな。その場所とは沖縄の与那国島にある海底遺跡なんだぜ。与那国島って日本最西端とも言われる島のことよね。まさか日本にもアトランティスらしき海底遺跡があるなんて知らなかったわ。その与那国島にある海底遺跡っていうのはどんなものなのかしら？これは1986年に荒川花沖という海域で地元のダイバーによって偶然発見された遺跡で、水深は20メートルから25メートル程度とされているぜ。偶然こんなものを見つけちゃったなんて、さぞかしびっくりしたでしょうね。このダイバーは海底を潜っていたところ人工的な形をした岩を発見したという。さらに調べたところ縄文のようなものや階段状のものや排水溝のようなものなど、遺跡と思われる形跡がたくさん発見されたんだ。へえ、そうなんだ。なんだかロマンあるものがたくさん発見されているわね。だが実はこの与那国海底遺跡、正式には遺跡という名前ではないんだよな。なんでも研究者たちの間で、もともと人が住んでいた跡地だとは考えられないという指摘をする人もいて、そのためこれは人工物ではなく自然に作られたものという考えもあるんだ。じゃあ一般的には海底地形って表現する方が正しいのかな？その通り。だがまあこの海底地形については未だにはっきりとしていないことが多く、現在も調査が進められている状況だ。仮に自然に作られたとするならば、どのくらい前に作られたか推定されているのかな？これもあくまで仮説ではあるが、約3000年から2000年ほど前に作られたとする説が多く、岩の侵食によって自然とできたと言われている。一方でこれを古代遺跡とする説があることも忘れちゃいけないぜ。そうよそうよ。古代遺跡だと考えている研究者の主張としてはどんな感じなのかしら？発見されている海底地形に道路や排水溝といった人々の暮らしに必要なものや、巨石の組み合わせが見つかっていることがあるな。また石切り場や侵食でできたとは考えにくい傷跡や加工された跡があることから、この場所が古代文明が栄えていた都市だったのではないかという説も挙げられているぜ。なるほどねー。でも未だに詳しいことは明らかになっていないのよね。ああ。ちなみにこの海底地形については遺跡だという説の中でも、古代遺跡と中世の遺跡という二つの説に分かれていることが分かっている。実際に加工が施されているものの元々の場所は自然に岩が削られるなどして作られた場所で、当時の人々が神殿として使っていたのではないかという考えもあるんだぜ。時代も用途も本当に様々な説が出ていて、はっきりしたことは分かっていないんだなって思うわ。でもこれこそさっきのスウェーデンとは比にならないくらい、アトランティスが沈んでいるとされる大西洋からは遠く離れている気がするけど、まあそこも引っかかるところではあるな。でももしその陸地が日本にまで及んでいるとすれば、謎の多い与那国島の海底地形と何らかの接点があったことも否定できないと思うぜ。ここまでいろいろなアトランティスと思われる様々な痕跡を紹介してきたが、
最後にモロッコの遺跡を紹介しようと思う。モロッコってアフリカの国よね？まさかアフリカにも海底遺跡があるなんて。いや、これは海底遺跡ではなくモロッコの地上にある陸地の遺跡なんだ。その名はスースマサ平原といい、プラトンがアトランティスとして記していた土地の特徴を抑えているとされているんだぜ。海底遺跡じゃないのにアトランティスの痕跡と思われているなんて不思議な話だわ。このスースマサ平原にはどんな特徴があるのかしら？このスースマサ平原はモロッコのマラケシュから南に160キロの地点にあるんだが、ミカエル・ヒュープナー氏という研究者がこの地こそがアトランティスだと提唱しているんだ。もともとヒュープナー氏はアトランティスは津波によって流されてしまい、その残骸がマラケシュの海岸沿いに未発見のまま残されているのだと言っていたんだぜ。じゃあこの説はそれを根拠に提唱されたものなのね。でもどうしてこの地がアトランティスなんて言われているわけ？実はプラトンはアトランティスの中心って他の陸地よりも高くなっていると言っているんだが、このスースマサ平原も同様に土地の中心が小高い丘になっていることがわかっているんだ。その周辺を河川敷がぐるりと走っているような形なんだぜ。これもまた同心円によって囲まれ陸と海が交互にあるとするプラトンの記述と同じことがわかっているな。だからこのスースマサ平原がアトランティスではないかと言われているのね。さらにこのスースマサ平原は大西洋からも近く場所的にもしっくりくることから、アトランティスがあったのではないかとする考えに多くの賛同が寄せられているんだ。それだけアトランティスの特徴を備えているとなると、単なる偶然とは考えにくいわよね。でももしそれが本当ならアトランティスは海底には沈まなかったことになると思うけど。確かにその通りだ。だがそれについてとある研究者はアトランティスが突然海底に沈んだのではなく、津波が起きたことによって町が波に飲まれたのではないかと主張しているんだ。津波に飲み込まれたことでその勢いのままに一部が沈んだのではないかと考えられているんだぜ。なるほど。だから一部の都市は津波から逃れ、今日までアトランティスではない別の名前で、陸地として残っていた可能性があるってことなのね。そうだ。このスースマサ平原は一見すると目立つような遺跡があるわけではなく、その名の通りのどかな平原のためこれまでに大きな調査が行われたことはなかった。まあ確かに正直、アトランティスであると知らない限りは見過ごしてしまいそうな場所ではあるわ。ヒュープナー氏の意見ではアトランティスが海底に没したという説は、長年語り継がれるうちに失われてきた真実の本質的要素の一端だという。歴史的にモロッコは考古学者の調査対象ではなかったことからもわかっており、それを考えても失われた都市の実在を証明する鍵が未発見のまま残されている可能性があると思うぜ。うんうん。そういった場所にこそ何か衝撃的な真実が眠っている可能性はありそうだもんね。このように神秘的なアトランティスの伝説だが、未だに確定的な事実はつかめていない。今後さらに研究が進めばアトランティスにつながる決定的な遺跡も見つかるかもしれないな。そうね。いつかその存在が証明される日も近い気がしたよ。ということで今回は近年発見されているアトランティスを示唆する謎の遺跡の数々を紹介したぜ。話を聞いてみてどう思った？アトランティスって伝説上の存在だと思ってたけど、世界中にこんなに多くの痕跡があるとは思わなかった。まだ分かっていないことも多いみたいだけど、今後研究が進んで真実が解明されるといいわね。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。